新居はもうあの引っ越し10月に終わったので片付きましたね。3日間ぐらいで片付けました。あのインテリアはもう私が完全に自分の趣味で決めちゃったんですけど、ベージュっぽいトーンが良かったので、ソファーもテーブルも椅子も全部あのベージュで揃えました。家具は引っ越しが多いのでレンタル家具にしてるんですよ。なのでもうその時だけ借りてもう返してしまいますね、もし引っ越しになったら。そうですね、あのソファーもベッドもカーペットもテレビも全部レンタルしてくれるお店があって、そこでレンタルして、あとは足りないものはいろんな家具屋さんで買ったりとかしました。朝はですね、あのアナウンサーをしてた時は ものすごい早い生活をしてたんですけど、あっちにいたら夫が練習に行くのがだいたい朝の9時10時ぐらいで、結構ゆっくりめだったりするので、8時くらいに起きて、でそこから顔を洗ってスキンケアをして、で朝ごはんの準備をして朝ごはんを食べてっていう感じ。ナイトルーティーンは今まで日本にいた頃は早めに寝るっていう習慣が一人だとなかなかできなかったんですけど、ご飯を7時ぐらいに食べてちょっとゆっくりしてからもうすぐにお風呂に入って、アメリカってあんまりこうバスタブがないお家が多いんですけど、私のお家も結構浅めのバスタブがあって、もうそこにゆっくり浸かってお風呂に1時間ぐらい入ってスキンケアをして髪乾かして早めに寝るっていう感じです。まあ夫がすごいお笑いが大好きで、いつもあの YouTube でお笑いの番組を一緒に見てます。夜はよくあの一緒にディズニーの映画を見たりしてます。もう遅くなったらもう途中で止めて、もう時間通りに寝ます。あっちに行ってからあの連載の記事にも書かせていただいたんですけど、無料の英会話スクールを週2回3ヶ月ぐらい通いました。授業に通うだけだったらあまり身につかないなと思ったので、日本のオンライン英会話にも登録して、まあ、そこは毎日できるんですけど、なかなか忙しいとできないので、週にまあ3回ぐらいはできるように自分でなんか別の空いた時間を使ってトレーニングしてます。普段はあの私が日本に戻ってきてる時とか、まあ、あっちにいる時もそうなんですけど、シェフの方にご飯を作っていただくことが多いんですけれども、私がシェフがいない間に作ることも結構ありまして、よく作るのはお魚の上にこう野菜とかのあんかけを作って、和風のあんかけをかけた料理をよく作ります。あとはハンバーグも作りますし、基本的にあのお肉とお魚どっちもタンパク質がいっぱいあるようなものを作ることが多いです。あとは手羽元っていうんですかね、手羽元のスープを作って、コラーゲンスープで結構こう骨とか腱とかそういうところにいいようなスープもよく作ってます。そうですね、1回の量がもうものすごいので、あのカートみたいなのあるじゃないですか、あれをコロコロ引いてスーパーに行ってます。でも1パック丸々もうあの、まあ、アメリカの1パックって大きいんですけど、1パック1食まず普通にお肉料理1個として使いますし、お魚も買うとき1パウンドって 450g ぐらいあるんですけど、それも1回で使っちゃいます。結構な量でもう4人分ぐらい食べてるんじゃないかなと思います、1人で失敗だ。いや、してます。もうすごい失敗してるので何が言うべきことなのかよくわかんないんですけど、でもニューヨークの地下鉄ってすごく難しくて、マンハッタン行きとブルックリン行きとかっていう風にしか書かれてないんですよ。なので、まあ、一見簡単かなと思ってマンハッタン行きのところに並んで乗ったはずなのに全然違うところに行ったりとか、特急っていうのも特急って書いてないのでわからなくって、止まる駅をもう普通に通り過ぎてすごいわけわかんない場所に行ってしまったりとか、待ち合わせ時間にすごい遅れてしまったりとか、あと電車も時刻通りに来ないことが結構多くって、そういう電車の失敗談がすごく多いですね。一回スーパーでみりんを買おうと思って、ホールフーズマーケットっていう、まあ、大きなスーパーがあるんですけど、そこでみりんって英語でなんて言うんだろうと思って調べたらスイート酒みたいな感じで書いてて、言ったんですけど全然伝わらなくって、店員さんになんだそれって言われて探し回ったんですけど全然見つからなくって、そうそうみりんで通じました。みりんって言ったら通じて、あそこだよって言われて、だから日本語がそもそもそのまんま通じるやつもたまにありますね。
チームのクリスマスパーティーに呼んでいただいた時に、その奥様会みたいなものがあったんですけど、日本人とかアジア人がもうそもそも私しかいないので、英語で話しかけられてしっかり英語で返せるかがもう不安すぎてすごい緊張していったんですけど、皆さん優しく話してくださって、でそこから普段試合に行って会う時も話しかけてくださったりとか、あっちだとあのお正月っていうものがそこまで重要なものではないらしく、クリスマスの方がお正月みたいな感じで重要なイベントなんですね。なのでクリスマスカードを実際にあの家族の写真付きで年賀状みたいな感じでお家に送ってくださったりとか、いまだに交流は続いてます。すごい優しくてよかったです。皆さん、私はニューヨークのフェリックスカフェがすごくお気に入りで、中がもうとにかくおしゃれなんですよ。写真映えするだけじゃなくって、ドリンクも食べ物も美味しいんですよ。ニューヨークってベーグルがすごく有名なんですけど、惣菜みたいなサーモンが乗ったベーグルと甘いクリームチーズみたいなものが乗ってて、でその上にお花みたいなものが乗ってるベーグルもあって、絶品でおしゃれですごく良かったので、ぜひ皆さんに行ってほしいなって思います。レストランだとダンボっていう場所にあるセコニーズっていうレストランがすごくおしゃれで、あのよく夫とも行くんですけど、ちょっとあったかい時期になるとテラス席でお食事ができるんですけど、そのダンボっていう場所がブルックリンにあるんですね。なのでマンハッタンの夜景を楽しみながらレストランでお食事ができるっていう、とってもおしゃれなスポットです。デートスポット、チェルシーっていうマンハッタンの西側にある地域があるんですけど、そこのチェルシーマーケットっていうお店がすごく有名で、いろんなお店が入ってるんですね。サラベスっていう朝食屋さんですごく有名なお店が入ってたりとか、ニューヨークらしいお土産が売ってる雑貨屋さんみたいなものもあったりとか、ふらふら歩いてるだけですごく楽しいマーケットなので、そこはデートにいいんじゃないかなと思います。でその後にハイラインっていう、なんか昔の高架線といいますか、すごくおしゃれなエリアがありまして、そのハイラインを歩いてマンハッタンのおしゃれな景色を見ながら散歩するっていうのもすごくデートでいいんじゃないかなって思います。あ、まだそこは友達とは行ったんですけど、夫とは行ってないので、シーズンが終わったら一緒に行きたいなと思います。トイレの神様を歌っていた上村かなさんっていう歌手の方が住んでいらっしゃいまして、でその方とは結構仲が良くって、あのよくカフェに行ったりとかご飯したりとか、お子さんがいらっしゃるので学校のお迎えに一緒に行ったりとかしてます。お家が近くって、日本語を話せる芸能活動もされてて、なんかこう話も合う、すごく仲がいい同じニューヨークに住んでる方ですね。ケビン・デュラントっていうあの NBA ですごく有名な選手が同じチームメイトだったんですけど、途中であのトレードされてしまって違うチームに今移ってしまったので同じチームメイトではないんですけど、一緒に写真を撮っていただいて、お会いした時にもう優しそうな目で私のことを見てくれて、で声かけてくれて、あ、こんなに優しい選手なんだって思って、もう一瞬で虜になりました。ありがとうございます。ニューヨークの生活をアットバイラでこれからも更新していくので、ぜひ皆さん見てください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。